まずはホワイトチョコをクッキーの型で削ってくるくる。ひまわりに粉つけて、あ、ナッツも砕いてつけよう。ナッツ砕かないと。カッ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 。袋に入れたナッツもくるくる。トリュフできたんじゃ。電脳トリュフ。おはよう。こんにちは。シロです。今日はバレンタインデーですよね。なんて言ったって、美味しい電脳チョコいっぱい食べても合法化されちゃう日なんです。だからシロ、いっぱい作りたいと思います。 いっぱい作るから、仕方ないからちょっとあげようかなって。嘘です。みんなのために今日はいろいろ作りたいと思います。レッツクッキング。はい、それではこちらのボッホズブレックファストを使って、今日はバレンタインデーなので、みんなの胃袋をつかむべく、粉小屋少年たちにシロ腕を振る舞っちゃいます。誰ですか、肉汁ジュースの再来とかコメントした人。すごーい、いろいろあるね。何作ろうかな。こちらのアプリではどうもピザとかパンケーキとか作れるみたいですよ。一旦どんなこう調理ができるか見てみましょう。切る、攪拌する、焼く、盛り付け、食べる。お前が犠牲者か。オッケー、犠牲者とか言っちゃった。じゃあ早速みんなに作っていきます。あ、チョコかけらになった。かわいい、かわいい。え、すごい。でもなんかいい感じ。まあ、刺激的な恋をしませんか的なところでしょう、これは。材料はサラミ、チョコレート、唐辛子です。それを卵を入れ、白身と黄身が一緒に入った。牛乳入れます、小麦粉入れます、バター入れます。普通に混ぜた方がいいよね。あんま混ぜない方がいいので、ちぎります。怪しげな色になりましたね、唐辛子が。チョコシロップがある。ねえ、汚い。ねえ、信じられないんだけど。ちょっと待って、これトイレ大使のシロちゃんがこんなのあげたら、これカスタードでしょ。信じられないんだが、これだって歯磨き粉じゃん絶対。マジで言ってる、これひだよ、これもう。これもう火曜サスペンス劇場だよ。いや、てかなんか十二指腸巻いた感じになってる。これやばいのでは。食え。みんなに分かった、美味しいのができるまで付き合ってもらう貴様には。分かりました。あ、寝ないで僕。分かりましたよ。しょっぱいものがお好きな方もいると思うんで、パスタがあったのでパスタ作りたいと思います。お料理をするときの最初にシロが覚えたことをみんなに聞いてもらうと、とにかく食材を同じ形に切ると味が均等につくのでいいんですよ。そういうこと。バターだけここで追加しておいて、ムルクで、パスタを、パスタ、え、これ、これ、こんなこと、こんなことある？増える、これ増えそうにない。え、パスタ切るの、もしかして。え、どうしたらよかったの。塩、胡椒で、え、白の思ってたようにならないんだが。あー、色変わった。美味しそうなマカロニになった。でもなんか、え、なんで2つに増えたの。下の薄黒色の塊は何この。あ、ちょっと待って、待たれよ。これも練習だ、一回食え。じゃあ分かった。みんなのうちいろんな趣味嗜好があると思うんですよ。まずはシロちゃんに本能のままに作ってほしい方向けに作りたいと思います。はい、こちらがシロちゃんの本能のままに作った肉汁スムージーになりますね。はい、こちら、じゃあどうぞお召し上がりください。魚汁、魚汁スムージーだ。
辛いね。でも嬉しいね。白に食べさせてもらえて嬉しいね。はい、そうです。皆さん、パンケーキと言ったら栄養が足りないんじゃないかとね、思われる方もいると思うので、キャロットパンケーキを作りましょう。キャロットパンケーキを知っているかね。まず人参を切り刻むんだ、君たち。あーたた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 。今のは人参の気持ちです。こうやって切り刻んだものと、まあ普通に材料ですね、パンケーキの米粉とか使うともちもちします。これなぜか本作だとキャロット分別したままですけど、これマージするんで普通に焼きますと。本当は余熱してバター乗せて焼いてってなるんですけど、あ、焦がしたりしても遊べるのかで、もう普通にそのまま食べても美味しいですし、歯磨き粉を添えても美味しいんじゃないですかね。まあ普通に甘い感じでも美味しくいただけるので、皆さんぜひキャロットパンケーキ恐ろしい仕掛けですけど作ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、シロが満を持して2回目のバレンタインプレゼントをみんなに作ってみたら、今度はちゃんと渡すことができそうです。去年はこんな感じで床にぶちまけちゃって床さんが吸収したんですけど、ぜひ気になった方はそちらも見た上でシロちゃんの成長を感じてください。すごい面白かったです。ご視聴ありがとうございました。それじゃあさっき作ったこれ受け取ってください。お前生で食えるんでは。じゃないの、これが。かわいい。やっぱ一番怖いじゃん、これ一番怖いじゃん。